皆さんこんにちは、とりあえず今日2本目の動画になるんですが、前の動画でね、グリーンマックスの新製品情報を出したんですけどね、ちょっと、やりたい側が、ね、1個だけあるんで、まあこれが YouTube に出てれば多分失敗しなかったと思うんですけど、まあ YouTube に出てなかったらね、まあボツってる動画なんで、まあ YouTube に出たらね、ある程度まあ成功したんだこのバカと思ってもらえたら嬉しいんですけども、まあ今回はね、何をやっていくかというとこちらでございます。まあこれ一応ね、カラーケースなんですけど、まあウレタンとかね、さすがに入っちゃってるんですけど、俺ちょこ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 ポポンデッタとか、まあホビーランド星とか、まあ、中古の N ゲージを売ってるショップとかで、まあ、大体買っちゃうんですよ。大きいケースとかだったり。まあ、大体1個2、300円とか400円かな。まあ、ちょっと店舗によってまちまちな値段はあるんですけど、まあ、でも大体ほとんどのショップが税抜きで1個大体、まあ、なんていうの、こういう加藤とか、そういうメーカーのやつだったら大体1個400円、500円ぐらいかな。まあ、キャスコとかのだったりすると中古でも1000円ぐらいはしちゃうんですけど、まあ、それで結構こういうウレタンが加工されてるっていうのもあるんですよ。まあ、俺がよく買うときって大体このウレタンが、まあこれ一応8両の正規品のウレタンなんですけど、まあこれが10両に変わってたり。で、それだけウレタンが結構キャスコのウレタンでも1枚1000円ぐらいしますんで、ああ別にケースついてウレタン、まあ入って500円だったら安いなと思って、まあ俺結構中古ショップとかで、もう本当にケースとかでもバンバン買っちゃうんで、まあでもケースとかはね、俺多分今までそんなに紹介しなかったと思うんですけど、で、今回はこのケースをね、ちょっと加工して、面白いことやっていこうかなっていうふうにね、バカが考えましたんで、まあそれをね、見てもらえたらありがたいかなと思いますね。まあそれをなんで思いついたかっていうと、まあ部屋の模様替えした時に、俺ずいぶん前にキャスコのケースで一個面白いの持ってるんですよ。ちょっとその面白いケースがまた段ボールに入れてたらどっか行っちゃったんで、本当にやばいんですけど。ただね、後ろのペースに関してはちょっと荷物が綺麗になったんで、ね、楽なんですけど。あと N ゲージがね、右と左とにございますんで、あと1ヶ月かそこらでは本当に終わらしたいなと思うんですけど、マジ4月までに、ね、終わらしたいんですよ。結構俺もね、今コロナウイルスの影響で買い物とかも結構行ってるんで、マジで忙しいんですよね。本当はいつもこれ付け横で撮ってるんですけど、今回これ付け縦にしますんで、いつもよりちょっと長いんですよね。だからちょっと今回ね、加工も、まあちょっと分かりやすくお伝えできたらいいかなと思って、縦型にしてございます。というわけで、ちょっとケースが汚いんで、まず拭きましょうかね、これちょっと。ゴミ箱。一応今回使うのはね、こちらでございます。まあ主にハサミと、まあちょっとカッターナイフがでかいのなかったんで、ちょっとちっちゃいカッターナイフと。で、とどめがない、あった。こちらですね。こちらのプラ板使っていきたいと思います。まあ大体ケースにプラ板ってやった瞬間分かる方は分かると思うんですけど、まあはっきり何を作るかっていうと、中身が見れるケースを今回作っていこうかなと思います。で、なんで加藤にしたかっていうと、まず第一、加藤のいい理由って、まあ加藤のケースだけなんですよ、唯一この、ベラベラなやつって。で、他のケースっていうのはプラスチックのケースで、簡単に割れやすいんですよ。まあ、特に俺、マイクレースのケースは1、2個割ってて、で、トミックスのケースも2、3個割っててしたりしますんで、で、結構こういう風に、ここの柔軟性があるやつは唯一加藤だけなんで、まあ、ちょっとね、ここ、ここだけはね、綺麗に切断しないようにしつつ、まあ、ケースとしてちゃんと開閉できるようにしつつね、まあ、中身が見れるケースを、ちょっと作っていきたいかなと思いましたんで、今回はね、それを作っていきたいと思います。というわけで、まずこんな、これをカッターナイフが貫通するかなんだよな。大体厚さが2、3ミリありますんで、カッターのが貫通するか。あー、そう簡単には貫通しねえな。地道に行きましょうかね。ってわけで尺がどうなるかわかりませんが、地道に頑張っていきたいと思います。ってわけで、まずはちょっとちっちゃめに穴を開けて、あとはハサミで切り抜くか。ってわけで、ちょっとまずは。あ、待って。あ、よかった。思いっきり切れ目入ったから危ねえかと思ったら、机にまでは貫通しなかった。ちなみにケースの下ってこうなってるんですよね。ちょっとここ切っちゃいましょうかね。中のケースがどうなってるかっていうのを。多分さすがにケースを分解するバカっていうのは俺ぐらいじゃないですかね。まあ一応こんな感じで、皮に対して、まあ中に厚紙っぽいのが入ってるんですね、ここ。というわけで、この厚紙もなるべくちょっと切っていきましょうかね。ちょっとうまく切れたのか分かりませんけど。まあ、ちょっとまずは、あ、貫通した。あー、机に傷つけた、怒られる。まあいいや。というわけで、この辺ちょっと気をつけながら、マジで穴開けていきましょうかね。でもまあ、大体折り紙の一番下に入ってる厚紙って分かれば、そうですね、大体はやりやすいんで助かりますね。まあちょっとちなみに何の車両入れるかは、考えてませんので、そこだけはご了承ください。本当は長いカッター欲しいな。
わがまま言うと。長いカッターもねえんだよな。部屋の模様替えで全部突っ込んじゃってるから。マジで今日スーパー行って買ってこよう。接着剤もねえから大変なんだよな。あー、乾杯たー。というわけで、ちょっとこの辺切り出しましょうかね。あ、でも、結構厚さあるな。なんかスポンジっぽいのかな？なんだろう。厚紙っぽい気もするんだけど、なんかなって感じですね。あ、やべ。ハサミがぐしゃっと曲がっちゃった。今日はね、カッターを折ったてていくか。ちなみにこれちょっとカメラの都合上ね、ケースを動かすしかないんでごめんなさいね。あ、でもそうですね。大体厚紙っていう感じですね。あの、へし折ってみたらこんな感じで。そうですね、素手ではちょっと切りにくいから、まあなんか靴の底みたいな感じなのかな。ちょっと例えが悪くて申し訳ないですけど。でもそうですね、だって薄いと本当に紙っていう感じですね。一応ちょっと反対側も開けていきましょうかね。まあでもさすがに本当ケースに穴を開けて中身を見れるようにするっていうバカは本当俺ぐらいだろうね。まあ完全にキャスコのケースパクってるだけなんであれなんですけど。そうですね、まあでも、そうですね、一旦、縦幅はこれぐらい開けといた方がいいかもしれないですね。横幅の生地はちょっとここ切れちゃったんで、まあこれぐらいでいいっすね。まあそうですね。大体の車両でも真ん中あたりが見れればわかると思いますんで。まあでもほんとこれぐらい穴開けていけばいいか。というわけでちょっと思いっきり行きましょうか。よっ。これ歯が飛んできたら一番怖いな。冗談抜きでー。かてぇ、これでも。冗談だけでかてぇな。ちなみにちょっと近場にある車両を適当に今回詰めますんでね。そこだけはちょっとご了承ください。あぶね。うわ。血出した瞬間、この動画ボツりますんでね。それだけは怖え。それだけは本当に怖え。冗談抜きの笑い事ではなく、こういう。どうしようかな。これはでも、そうですね。ここで切っちゃうか。この辺は後で整形すればいいと思いますんで。ひとまずは大雑把に行きましょうかね。あぶね。で、一応反対側が。あれ俺カッターどこやったっけ。あれあったあったあった。カメラの下に消えてた。この辺もちょっと後で補強すればいいんでね。この辺のちっちゃいカメラだったら多分重ねていけそうだな。あ、でもちょっと厳しいな。まあ、ちょっとカッターで綺麗に撮りましょうかね。で、一応穴開けましたので、まあ、ちょっと生地も貫通させていきましょうかね。なーで、一応よいしょ、よし、こんなもんかな。よいしょ、OK ですね。おっ、ほら、セット。よし、こんな感じかな。一応これで大まか穴開きましたので
まあ、ちょっと軽く仮にちょっと車両入れてみましょうかね。どんな感じになるかだけ。ちょっとウレタンとかはちょっとこのままで申し訳ないですけど。なんかあるかな？ 20 メートル級の車両近くに。あ、京王線があるわ。よっこしょ。先月バラで買ったちょっと京王線がありますんで。ちょっと今回はそれを入れ物に借りましょうかね。あとはね、テプラテープで貼れば、まあ、どうにかなりますんで、わざわざ車両がそこまで見れるようにはしなくていいんですけど。なんか個人的にちょっと暇だからやりてえなと思ったんで、やってるんでね、申し訳ないですね。あれ、これ待って、新しい車両ってでかいウレタンきついのか。一応これ113系のやつ使ってるんで、ウレタンは。そっか、でかい車両だとちょっと厳しいのか。でかい車両ってか、最近の車両？とパンタグラフとか壊さないように気をつけましょうかね。車両壊したら、それはそれで本当にやばいんで、ね。とりあえず一応これで車両入ってるんで、閉めてみて。まあこんな感じか。そうですね。まあ大体真ん中までは綺麗に見えますね。まあ20メートル級の車両で見えますんで。まあ南風とかワイドビューとか。もしかすると、あ、まあ、南風はそうでもないか。まあワイドビューとか、あとは、デカめの車両ってなんか、まあ、特急車両は、だいたいちょっとデカめの特急車両なんかは、あと寝台特急とか。そうですね。まあ、だいたいこれで一応、右側ちょっと余ってますんで、そんなに問題なさそうですね。ってことは、加藤はちょっと、もうちょっと上切れるけど、上切ったら上切ったで、縁なくなりそうだしな。ちょっと待って。一応これだろう。で、車両のがだいたい大きさの大きさが、だいたい指1本半。そうですね。ここ切ると、縁ギリギリになりそうですね。ちょっと切ってみるか。っていうわけで一回車両抜きましょうかね。よいしょ。ちょっと中敷きほど抜きましょうかね。もうちょっと上切りたいな。そうなると。よいしょ。そしたらあれだな。でもこっち側でもそうですね。これ以上開けない方が良さそうですね。次やるときはもうちょっとこの外側の部分を内側に詰めましょうかね。で、あと上がどんくらい開けるか。そうですね。まあ、指一本半。これぐらいか。ちょっと軽く、この辺で打ってみましょうかね。筋彫りさえ入れば。あとは横一文字で。で、硬い分はね、こうやってむしって少しずつでも切れますんでね。指とかだけは間違っても真似して切らないようにご注意ください。これでも本当にマジで、マイクロエスとかトミックスとかグリーンマックスみたいな、ああいうプラスチックケース確保するときは、もうハンダで間違いなく、熱で穴開けるしかないですからね。ただ、あれやると思うと焦げ臭いんですよね。それだけはね、熱でケース溶かしているかだけはね、絶対俺もやりたくなかったんで。今回本当に加藤が採用になったんですけど。これからはちょっと加藤の安い中古ケースだったら多めに買おうかな。マジで。切れてかったここだけ。ここもさっき切れ目入れといたんで。一気にこういうのが落ちちゃいますね。ですね、で、ここ取ってあげて。で、まあ一応こんな感じか。この部分はちょっと気になる。ここだっけ。全然画面に映ってなかった。申し訳ないですけど。でも、ケースのね、ここの部分。この部分がちょっと気になったんで、これだけちょっと落としましょうかね。これはマジで気になるな。よし、切れた。
今のところまさかの手切らずに作業うまくいってますからね、珍しいことに。よいしょ。で、さっきのこれを入れてと。で、蓋閉めてみて。そうですね、一応これでも上、これで上のシェルとかも全部見えますんで、まあそうですね、問題はない感じですね。そしたら、こっからが何点だろう。まあ、下側も全部開けちゃってもさ、そうっすね。下側のギリギリのラインだとここか。まあ、ちょっとこっちのウレタンの位置に合わせると、まあ、ここは車輪スペースになるんで、まあ、ここの横位置のボディの、まあ、この辺に合わせたとしても、まあ、だいたいここから1センチ上ぐらいか。1センチ上で成形取ってみるか。ちょっと車輪抜いてみましょうかね。よっこいしょ。まあ、今回は本当にケースぶっ壊して加工するだけの動画なんで、多分そんなに面白い感じにはならないだろうし、多分批判が来るのは覚悟してるし、まあそれかそんなに俺も有名じゃないから批判が構図スルーされる、多分その方が絶対確率高いな。あ、やべ。ああ、ちょっと気を抜いて。サミー。ハサミでも切りにくい。ハサミ腐ってんの？これハサミ、そっか、先っちょじゃ。あ、でもそうですね。ちょっと硬い感じがしますね。根元からいけばスパスパ切れますけど。あんまり切るもんでもないんで。一応問題はここの厚紙整形か。先にちょっとそこの部分切っときましょうか。ちょっと見にくくて申し訳ないですけど。うまく立たねえからな、これ。スタンドでやったらスタンドバキっていきそうだ。ちょっと。まあ反対側の指にさえ気をつけとけば。あ、やべ。どうにでもなりますんでね。冷やし中華のキュウリみたいだな。すっげー、たとえ腐ってるけど。ここだとやっぱり力が入りづらいな。ちょっとここ一回ガッツリいっちゃおう。多分筋彫りを2本ぐらい引けば。いや、貫通してねえ。まさかの2本じゃ貫通しなかったっすね。あ、貫通した。おいえ。1回でもね、貫通してくれると、あとは簡単にグイグイって力が入りますんで。よっこいしょ。ギリ映るねえな。まあ、ちょっとすいません。ちょっと下の部分だけでも映ってくれたら。あー、ずれた。あ、そんなずれてなかった。よかった。あとはグッて力さを吹っ込むわ。この土台が消えますね。あとは、あぶね。軽く傷、まあ、軽くてかがっつり角だけ傷入れてあげて。で、ちょっとでもカッターが入ると、スライドして、ウィーンって。いけまーすんで、手押しは硬かった。これだけちょっとすいませんね、カメラの角度映んなくて。あーぶねえ。吹っ飛んだ。あーぶねえ。いや、よく指切りそうになっちゃった。てか、あれか、土台の皮切ってねえから原因なのか、これ。よいしょ。一応これで今ね、ここパッカンって開きましたんでね。一応あとは反対側も同じように切るだけなんで。これがこうやな、よいしょ。あ、でもこっちが上が開いてるんで、そうですね、こっちから。
歯入れてあげて。グッて落とすと。なんか歯が割れそうで怖いよね。これ短かっただから。でもこうやって見ると徐々に落ちてきてます。落ちた。一応こんな感じですね。これで一応、この厚紙全抜けましたんで。あとこっち側から。このいらない生地の部分だけ、スーッて落としてあげて。一応これで、そうですね、オープンザウィンドウは完成ですね。ちょっと、机の上の細かい破片は、ちょっと捨てまして。たらこっからプラ板使って加工していきましょうかね。ちょっとセロハンテープ使うか、今回は。よいしょ。まあちょっとケースの角とか無理やり落としてますんで、その辺は全部ちょっとセロハンテープで合わせつついきましょうかね。ってわけで、今回はどうしようかな。今回はそうですね、表からプラ板貼った方がいいのかな。どうしようかな。ちょっともう一回だけ車両入れてみてみるか。転倒車力抜けちゃったんですけど、ちょっとよいしょ、ちょっと軽く中間車と3台だけで、そうですね、一応まあプチプチは入れるから問題ないんですけど、後でそうですね、プチプチとフィルムはありますんで、内側にする、まあ外側だと結構外れた時厄介なんですよね。内張りにするか。内張りの方がしかもこっちであの中で頑丈に固定できますんで、ちょっと内張りでいきましょうかね。というわけで、プラバンド。今回はね、ほぼほぼ下半分未使用のプラバン使っていきますよね。わー、大きさ的にギリ足りなかった。ちょっとそうっすね、ここ余りますね。ちょっとね、縦に行くか。一応大きめに切り出しますんで、で、ちょっとここからは、ハサミで、大きめに取るとしてこれぐらいかな。で、まあ、横幅はこれぐらいで良さそうですね。で、縦幅が多めに取ってあげたとして、まあ、この辺か。縦幅を多めにとってこれくらいがベストそうですね。というわけで、あとはちょっとこれを先に切り出しましょうかね。ちょっとケースとかなんで、普通にここはプラ板切り出すだけなので、慎重かつ丁寧で。プラ板って先端でパスって落とすと蜘蛛の巣できちゃうんで、根元だけでなるべく、その、なんていうの、切断面をなるべく綺麗にしつつ、あ、やべえ、曲がった。思いっきり俺へそ曲がりだから曲がった。なんか曲がった気がするな。大丈夫かな。まあいいや、試作品なんでね、これあくまでも。まあ徐々に慣れてきてから、後々綺麗なやつができると思いますんでね。まあ慣れてきたら最悪、これ、こういうのって大体、プラ板なんかは、なんだっけ、ホームセンターとかで売ってますんで、安く。それを買えばどうにかなりますんでね。よいしょ。たら、あべ。よいしょ。一応切り出したこれがまず入るかどうかが。まあ一応入る大きさに切ったんですけど。そうっすね。そんなに問題はなさそうな大きさっすね。上下ともに。まあちょっとなるべく多めに今回四隅取りましたんで。たらこれでまず、そうっすね。固定していきましょうかね。ちょっと今回はね、接着剤じゃなくて、まあ、ちょっと思ったよりこの生地の部分があれだったんで、ちょっと中身初めて見たんで、今回はちょっとセロハンテープで止めていきましょうかね。まあ、セロハンテープだと接着剤と違って多分綺麗に剥がしてるのもできると思いますんで、なるべく今回はセロハンテープでいきたいと思います。
まあ、ほんと少しずつ丁寧にこうやって切り継ぎしながら貼っていきますんでね。でちょっと中に空気とかが入っちゃってもまあ別にいいんでね、まあ、本当は良くないと思いますけど、まあ、そもそもケースを加工してる時点でね、良くないことなんであれなんですけど、まあ、俺の場合はね、こうやって N ゲージを基本的に全部袋に1両ずつ入れてますんで、射石がある子に関しては。射石がない子に関しては袋入ってないんであれなんですけど。だ基本的に多分セロハンテープが、なんつうの、黄色くなったり変色したりしても、多分そんなに車両にガチな害っていうのは、多分ないと思いますんで、そこだけは大丈夫だと思いたいんですけどね。どうなんだろう。ちなみにさすがにちょっとケースがボコボコやったら変形しちゃったな。これはまあしょうがないことですね。で、こっちやってよ。ちょっとぐらい空気が入ったって問題ないんで、さすがに車両があるんであまりボコボコボコできないんであれなんですけど。まあでも本当にこのなんていうの、中が透けてるケース作るのが多分そんなに1個1000円ぐらいかかんないんで、材料費だけで結構そうっすね、お得に作れそうっすね。本当にちょっとセロハンテープ貼ってるだけだと、またシュールで怖いな。一応ね、表面もね、ちょっとここ生地がボロボロになっちゃいますんで、ここも表面もね、ちゃんと補修はしますんでね。最後、角だけやって、裏面は終わりなので。すいませんね、ちょっとところどころ見えなかったりして。ちゃんとしたカメラ買いてえな。で、一応こんな感じですね。で、こっからは一応もう、中敷きがちゃんとがっつりこう、ウレタンに当たってますんで、車両を傷つけない程度の押し込みつつ、ちょっと貼っていきましょうかね。もしかするとこれ、生地は生地で塞いだ方が良かったかもな。ちょっとそこ失敗したかも。そうですね、これ生地は生地で塞いだ方が安牌だった可能性高いな。ところどころ俺がこうやって切るの失敗しちゃったところがあるんで、そうですね、あ、でもそっか、逆に拭いちゃうと角とかにホコリが溜まったりするから、これはこれでマシなのかもな、もしかすると。わかんねえけどマシかどうかはわかんねえ。なんかそういや俺なんだっけ、暇つぶしに動画見てたら、なんか誰か忘れたけど、なんか YouTuber の方が、あれっすね、荒野行動、荒野行動じゃねえや。荒野行動のゲーム実況やってる方の動画、まあなんか暇つぶしに出てきたんで見せてるんですけど、あれっすね、YouTube でなんかコロナっていうと収益化されなくなるらしいっすね。俺別に収益化されてねえから、今更黄色いランプとか関係ないですけど。昔はね、俺もまだ収益された頃はね、競馬の動画とかでもね、すっごい黄色いランプついたんですよ。
だからね、いざ収益化されなくなると、そういうストレスとかもな、マジで何もなくなるんで、結構ね、収益されなくなるのになれるとね、あのすごいっすよ。もう多分収益化されなくなって半年以上経つんで。去年の10月だっけな、もうちょっと前、あ、じゃあ去年じゃねえや。2018年の10月だから、ちょっと待って、2018年だよな。2017の下半期にやって、だから、そうですね、多分2018年の10月か、2017、まあ、それだけど、多分2018年頃には収益化をされなくなったんで、だから別にそういうストレスも一切ないんで、別に俺コロナウイルスっても全然問題ない。まあ、動画が消されるかどうかわかんないけど、まあ、言い過ぎるのはあんまり良くはないと思うんですけど。まあ、ただ、その影響で俺、つい最近買い物行った時に、その行きつけのスーパーあるんですけど、そこ行った時に外にトイレットペーパーとか持ったお客さんがいっぱいいたから、あ、トイレットペーパーあるんだと思って、いざ売り場行ったらトイレットペーパーがマジでなくて、で、ほんとティッシュケースが、もうお一人様その店でティッシュケースが2点ってあったんで、俺もなんていうの、2セット、まあ5個入りのやつと3個入りのやつしかなかったんで、それ買ったんですけど、で、30分ぐらいして、まあ冷食とかがその店全滅してたんで、まあ、30分ぐらいして納品入ったかなと思って、まぁ、ちょっと近場うろちょろしてたんで、電車見ながら。で、まぁ、30分後ぐらいしてもう一回行ったら、冷食とかもなんもなくて、で、ティッシュもなかったんですよね、30分後に、まさかの。だから、ほんとやべえなと思ったんですけど。で、あれですね、なんか最近、いつのニュースか忘れたけど、昨日か今日のニュースか忘れたけど、どこだっけな、二戸だっけ、二戸しかなんかの病院の非常勤だかなんか忘れたけど、なんかその人がマスクをなんか横領かなんかして、なんか転売してたってニュースに載ってて、ああ、この人金目的で仕事場からマスク盗んでバカだと思ってた。あれ人生パスからね。確かあれでも業務上横領になるのかな、金じゃないけどなる気がするんですよね。わかんないけど。あれ業務上横領って金だけだっけ、確か職場の物資盗むのはあれ本当アウトなんだよな。どうなるんですかね、非常勤講師。業務上横領。事故の占有する、他人のものを横領することを内容とする犯罪。ああ、つまり職場のマスク盗んだらアウトですね。まあでも基本的に業務上横領っていうと金がメインだと思われるんですけどね。二戸だっけ、確か。二戸市、マスクで言ったら出てくるかな。あ、出てきた。新型コロナ、病院職員がマスク横領。あ、横流しか。横領と横流し。まあ、確かに似てなくはないけど。まあ一応、マスク無断で持ち出し、フリマアプリで転売。すげえな、480万。いくらで売ったんだろうね、この人。金額までは出てきてなかったんですよね、昨日のニュース見たら、ネットで。あ、一応、県は、ん？あ、これ、県立の病院でやっちゃったんだ、この臨時職員の人。で、県は被害届を所轄に出す方針ってあるから。一応、この人、マスク計8箱を持ち出し、購入価格の約10倍となる計約1万5000円で販売か。バカだね。40代でバカだね。あんまり他人のことバカを言ってると、俺もレベル変わんないんで、あれかもしれないですけど。まあでもそんなことはいつ一応できましたんでね。まあでもまあ本当に結構綺麗にできた方ですね。ちょっと見た目はそんなに良くないんで、ね、申し訳ないですけど。そしたらついでにちょっとスリーブの方も加工できるかな。まあちょっと繋ぎ目とかがあやふやなんで申し訳ないですけど。ちょっと最後、バーって引いていくか。うまくいかなかったら申し訳ないですけど。よっ、あ、失敗した。うまくいかなかったらって、さっき失敗した。最後1枚でやっとけば、どうにかなると思うんですけど。やべ、ちょっと多かった。やべ、ちょっと多かった。ハッサミ、よいしょっと。ちょっと残ってた部分は捨てましょうか。まあ、頑丈にしといて損はないと思いますんで。
まあ、セロハンテープ無駄だろって言われたら、それはそこまでなんですけど。そうそう、あと話は変わるんですけど、昨日ニュース見てたら、なんか700系のラストランが中止になるっつってね、ニュース見たんですけど。で、その前に俺、あの、なんだっけ、ツイッターで見てた時に、なんかあの、700系のラストラン、あのチケットがなんだっけ、ヤフオクで8万だかなんかだっけで、取引されてるってニュース見てたんで、知ってたんですけど、すごいですね。8万とかで買ったチケットが、いくら返ってくるんだ。多分、指定席券が多分6000円ぐらいでしょ。で、特急料金が多分6000円ぐらいだから、まあ多分ほとんどの人が8000とか1万円ぐらいか。わかんないけど、ちょっと新幹線俺、マジでそんなに乗らないんで、その辺のちょっとチケット価格わかんないんで申し訳ないですけど。多分でも、おおむね、グリーン車とかでも多分1万5000円ぐらいなんだろうな。わかんないけど。だとしても、1万5000円のチケット8万円で買って、換金されたとしても赤字っすか？絶対俺やだわ。8万あったらマジでうまいステーキ食えるよ。まあ俺の行きつけのスーパーだいたいステーキ肉が安いんで、大きいステーキ肉でもいくらだろうな、今。ほんと安いんでな、あのスーパー。ここちょっと失敗しちゃったから。ビヨーンって剥がして。最近ね、年のせいかね、年のせいってまだ20代のあれなんですけど、臓器がすっげえなんか老化してるんですよね。で、しかもあの、ちょっと前に俺風邪ひいてて、風邪なんか体調悪いのかわかんないけど、それで胃が痛くてマジで、あの食欲がないんですよね、未だに。昔なんかあのコンビニ弁当2個なんか余裕でペロるときなんですけど、今はちょっとそれもきついっすからね。マジで。食欲が落ちたっていうのが多分胃がちっちゃくなったのが。でもほんとこの時期ね、体力と睡眠だけはつけとかなきゃいけないんでね、頑張って食うんですけど、気持ち悪くなる。よいしょ。まあ皆さんもね、ほんと体調不良だけはご注意くださいね。俺の場合はただいま、もっか花粉症が危ないんでね。やばいんですけど。なんか鼻がすごいんですよね。だからほんとこの時期ティッシュがないの困るんですけど。まあまだ受験シーズンはね、もう3月入ってほぼほぼ一段落してるんで、大丈夫だと思うんですけど。まあでもあれか、公立かなんかはまだ最終残っちゃってんだっけ。まあ俺あの、俺高校受験しなかったんで。ちょっと受験シーズンはわかんないんで、ほんと申し訳ないですけど。まだね、受験が残ってる方は頑張ってくださいね、ほんと。他人事でもちろんですけど。ただ、俺はね、動画で落ちたスベッターはね、連呼しますんでね、ごめんなさいね。多分ね、去年のね、多分2月の時期もね、落ちたスベッターなくしたって多分ね、思いっきり N ゲージのね、動画で多分連呼した気がする。あの、パーツ取り付けの動画だとね、大体ね、物が飛んでったりするんで、意外と連呼しやすいんですよね。すっげえ不謹慎で申し訳ないですけど、それは。よし、こんな感じかな、外側だけは。まぁ、ちょっと見た目ね、悪いんで申し訳ないんですけど。ちょっととりあえずこんな感じで、ちょっと軽くスリーブ入れてみるか。あ、やべえ、カラスリがね。あれ？こいつカラスリないの？やべえ、カラスリがねえよ。今気づいた。こいつカラスリなかったんだ。ちょっとカラスリ探してきます。一応ちょっとね、これが入ってたケースとは別のちょっと紙スリーブがあったんで持ってきたんですけど、やっぱりちょっとね、セロハンテープ入れちゃってるから、摩擦力が強くて、ちょっとそうですね、ケース引っかかりますね。てか出てこなくなった。やべえ。まあこれなんていうの、そのケースによってスリーブの大きさもちょっとまちまちなんで、多分それが失敗したと思うんですけど、マジで出てこない。やばい。出てきた。まあちょっとそれなんでね、まあちょっと、まあなんとかね、収まることは収まりますんで、一応こんな感じ。ちょっとこれ加藤のね、別のスリーブなんで、収めると、よいしょ。こんな感じで、きっちきちになっちゃうんで、ついでにスリーブの方も加工しましょうかね。ちょっと尺はもう40分なんで、申し訳ないです。ちょっとスリーブの方もね、加工していきたいと思います。ロゴに関しては、そうですね、O の半分よりちょい上か。ちょっとスリーブの方もね、切っていきましょうかね。もうこれに関しては大体の位置合わせで、適当にスッパ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 切っていきましょうかね。ここでいいかな。よいしょ。で、ここで、下側が、よし、とりあえず切っていきましょうかね。で、横の位置に関しては、
まあ、ここ一応あの商品名が入るところがありますんで、そこから丸々切っていきましょうかね、今回は。で、ちなみにあとはここか。ここで、こっちの方がいい。ここで、プツって穴開けて。で、あとは適当にちょっと切ってて、その時その時に伝わせますから。というわけで、まずは、あの、切る角度はちょっと見にくいんで、それだけはちょっとご了承ください。これに関しては申し訳ないですね。これに関してだけは、ね、本当にマジで申し訳ないです。俺のこの不器用さに関してはね、治るもんじゃないんですよ。よいしょ。まあ一応 N ゲージのロゴだけはなるべく残して落としましょうかね。あ、やべ、切れちゃいけないところは切れた。これはまあ後でちょっと修正すればいいんで気にしないでいきましょう。はい、OK。一応これで穴が開きましたので、こっちは一応一枚紙なんで、そんなに補強する必要ないんで、ちょっと破れたところだけ補強しましょうかね。一応これでどんな感じになるか。まあ、ちょっとケース側が外側弱ってなるんですけど、ちなみにこんな感じっすね。中身が入ってない状況なんで、あのバッグに積まれてる段ボールが丸々つけちゃってるんですけど、この段ボールどこのだ、お茶箱。あ、多分これあれだ、下から3つ目の箱だ、位置的に。麦茶の隣だから。麦茶の隣、まあ2個目3個目っすね。まだね、ほんとプラレールとかの仕分けが全然終わってないんで申し訳ないっすね。 N ゲージもね、全然見つかってないんですよ。昨日やっと新幹線とメトロが見つかったぐらいで、あとまだ全然なんでね、申し訳ないです。というわけで、ちょっと京王線だけ詰めてみて、どんな感じでだけで終わらせてみましょうかね。スタポケの方もちょっとこの後やりたいことがあるんで。中敷き入れて。で、ウレタンを落として。ちょっと今回は真ん中の辺にシェル入れてみましょうかね。こんな感じで入れてみて。あ、でもそうですね。こうやって見るとなかなか面白いっすね。面白いかどうかわかんないけど、ちょっと切り方失敗しちゃったな。ちょっと外すりだけ修正するか。横幅ちょっと1センチずつだけ。ちょっとごめん。外側だけ1センチだけちょっと修正しましょう。で、中身が取れない。マジで待って。抜けん。これ本当に抜けないやつだ。ちょっと待って。やばい、これ。セロハンテープの摩擦力強え。あ、そうだ。これ出し入れするのに一苦労だから、スリーブはちょっとマジで使わない方がいいかもしんねえな。ちょっとこの辺は要注意っすね。これちょっと側だけ1センチずつぐらいちょっと落としましょうか。いらない部分は切断して捨てやすいようにして。あ、でもそうですね、なかなかいい感じですね。カラスリはもしかしたらちょっとあの中のやつより多めに切ってあげると見栄えが増すかもしれないですね。というわけでちょっと、そうですね、上と下だけちょっと切り直すか。この辺はちょっとまちまち修正しながらですね、個体差によって。というわけでちょっと上と下だけ軽く修正しましょうかね。こういうのどうしようかな。N ゲージのロゴを一度落とすか。あ、カッター、カッター。あれ、カッターが消えた。おお、前あった。そうですね。ここはもう N ゲージのロゴを落とす勢いで。あ、やべ。いけ、あ、やっちゃいけないところはないだ。
まあいいや、気にせず行きましょうか。ここはちょっと先にセロハンテープで補修しましょうかね。で、上側もそうっすね。上側ちょっとこの A の三角がちっちゃいんで、だいたい感覚で適当にこれぐらいかな。ちょっと斜めっちゃいましたけど、しょうがねえな、この辺は。あんまり俺も器用な方じゃねえから。よし、オッケー。これで多分、本当に内側のケースよりは、でかくなると思うんだけど。おお、でかくなりましたね。一応、下側とかがこんな感じで、上側がこんな感じで。おお、だいぶ良くなりましたね。まぁ、あ、ちょっと8両のやつが、近場にないんでね、ちょっと京王線で代用しますけど。もういかんせん、カラスでもここまでやったら、ここ絶対穴開けてスポンと押し出せるようにした方がいいかもしれないな。あ、その手で行くか。ちょっとカラスリにまだちょっと114分残ってますんで、ちょっとやってみましょうかね。もうね、いっそのことその手で行くか。ちょっとその手で行くかって俺しか分かんないんで申し訳ないですけど。これうまくいくかな。いや、これ緊張するんだけど。刃先がダメだ。勝手にもん切っちゃったから。完全に刃先がいっちゃってる。横筋一本さえ入れば、マジでこっちのもんだ。よいしょ。まあでも本当にね、こうやってあんまりね、ケースをボコボコボコ加工するのはね、メーカーさんに悪いんでね。まあ申し訳ないですけど。まあでも逆にね、こうやってね、メーカーのケースがね、売れれば、まあ俺は関係ないですけど、別にメーカーの方が売れよく売れなかろうが。まあ、俺は自分がやりたいからやってるだけであって。ただね、ほんとトミックスとかのケースと違って、カトロだけはケースの材質違うからできることであって。まあ多分キャスコのケースどうなんだろうな。分解したことないからわかんないんだけど。それは普通の人は NK のケース分解しねえから。カッターで落とした方が早いな。カチョーン。よし、できた。このロゴの部分いらないから、一応これでトミックス式のスリーブになりましたんで、ちゃんと貫通する。これでケース入れてみたらどうかな。たださ、これいかんせん問題のがすぐに破れそうっていうのが難点なんですけど。まあ、破れたらセロハンテープで補強すればいいんだよ。ああ、でも。あ、やべ、本当に破れそうな。あ、やべ、これ本当にやばいかも。あ、でも。あ、でもそうですね。ここ切った分、この高さがビヨンビヨンってなりましたんで、こうやって簡単にケースも押し出せるし、ちゃんと底紙はね、一枚も切ってないんで、結構頑丈なんで。あ、これはいいな。で、難点はここ、フックがここ横にありますんで、これだけちょっと気をつけないで引っかかったりっていうのは、ちょっと起きそうっすね、第三次的に。一回ちょっと下の部分だけ切り落としましょうかね。ここはちょっとセロハンテープで固定してあげといた方が劣化しなくて良さそうっすね。ここ汚くなっちゃったんで。ここはでもそうっすね、しょうがないっすね。角なんでね。あ、やべ。まあ一応ちょっと待ってくださいね。ここだけちょっと補強したいんで。でもいいんじゃないですかね、こんな感じで大体。うん。まあ一応、正面がこんな感じで、まあ、ちょっと右側でこんな感じで、まあ車両が入ってて、で、横はこんな感じで、で、反対側がこんな感じで。で、裏に関しては全くノーイージーで。うん、いいっすね、なかなかケース、車両が見れるって。まあ、一
貫性、こういうことをするバカ、多分日本全国最初、俺ぐらいだから、多分そうそういないと思うけど。でもね、本当にここの横の部分、両サイドないんで、こういったあのトミックスのケースみたいに。ただ難点としては絶対あの下のスリーブ持たないと、あの上のスリーブここ切れちゃうんで、簡単にこういう両端が。絶対開けるときはこうやってあの親指で押しながら下のスリーブを持ってあげると、こうやって簡単に出ますんでね。あとはケースを使いつつバカにするしかないっすね。あ、でもほんと、一番最初に作った割にはよくできましたね。ちょっと今日この後今何時だ？今朝の7時半か。朝の7時半なんで、ちょっと、あ、でもそっか、ラゾーナ11時オープンか。ラゾーナ11時オープンってことは、トレッサの隣のコーナーって何時だっけな。あの、2月か1月か忘れたけど、トレッサの隣にコーナーできたんですよ。まあ、バス停で言うと、新名所前のすぐ目の前か。まあ、新名所前降りて徒歩1分。あそこに確か港南できたし、で、競馬場の横、あ、でも競馬場の横あれだ、財務系だもんな。じゃ、いや、トレッサ行きながら、どうしようかな、めんどくせえな。トレッサ別に N ゲージの引き取りねえしな、中古買ったら殺されそうだしな、親に。マジで親にバカ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 やるんだから。まあ、港南は行ったとしてもね、まあでも以上、川崎のエンジン行くか、ついでに。ちょっと朝暇だから。今夜も行って、ちょっと。まあ、川崎のエンジンだけちょっと行きましょうかね、バスとか。バス飛ばしてて、飛ばすもんじゃないですけど、バスで行ってみましょうか。まあ一応そんな感じでございます。まあ一応ね、そんな感じできましたんでね、まあちょっとあとはね、ポポンデッタとかね、まあ中古のカードのケースとかもあったらちょっと買ってみようかなと思いますね。まあちょっとね、もうちょっと綺麗にね、完成とかしたらね、まあちょっと来月月になんかありませんけどね、まあ、あと室内とのもね、ちょっと買って、あの、だるまと山根線探さなきゃいけないんで、ね、ちょっとお待ちください。てなわけでね、今回はね、まあ加藤の余ってるケース加工して、まあ中身がね、見えるケースにしてみたでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。